まあ今回はねごんべんに「火」を2つ書いて「段」ということにしましょうか雑談とかね談議とかね剣談とかまあって喋って話に花が咲くみたいな、まあ、そんなところかなと思いますし時にはね炎上めいたこともあるかなっていう段ですね、まあ、前回吉谷さんがね言われてたことまあ開けてきたな人生かなっていうのにも結構これ通じるんですよ、まあ、というのが 会社に勤めてると、会社の付き合いとか飲み会とか、本当は自分の人生に直接関わらないことを、収入のために間接的にやらなければならないことがものすごく発生してくるんですよね。で、時にはね、その赤の他人の会社に存在することによって、参加することによって、その会社も代表しないといけなくなるんですよ、自分が。例えば自分が何かね、失敗した時に、それは自分個人の失敗ではなくて、会社の社員の失敗になるわけですよ。 だから他の人のためにもいろいろとね我慢しなければならなかったりとか、うん、時にはね自分の失敗とか落ち度を会社の落ち度っていうふうに転嫁されて連帯責任みたいな感じでね社内でも処分を受けるとか肩目の狭い思いをするみたいなこともあるわけですよねうんだからそうなると冗談では済まないってことになりますよね、まあ、まさに冗談にも段っていう言葉が漢字が使われてますけどねで 私とヨジサイさんっていうのはこの YouTube 動画を通じて奇妙な信頼関係を作ってると思うんですよ。まあ動画を出せば帰ってくるだろうみたいな。い今までなかったんですけども、あのー、何日もね、動画の返信がないみたいなことがあっても、多分これね、ある意味ね、信頼して、まあいつか帰ってくるんだろうと思う。もしくは、もしかしたら動画を返してるんだけども、何かのミスでこっちに届いてないのかもしれないっていうふうに思うと思うんですよ。 でこれらが全てね信頼という言葉に置き換えられるんではないかなと思います。でこの信頼もいわゆるね対談みたいなこのやり取りを繰り返してるから生まれたところがあってまあ億万長者合宿っていうのを以前やりましたこれからもやるかもしれませんけども今のところ予定はないですけどもこれも一つの信頼ですよね。うん、だから今ね億万長者合宿やりましょうかって言っても多分いやいやちょっと待ってよみたいな感じにお互いになると思うんで言い出さないんですよね。 でもあれ結構雰囲気良くなってきたかなと思った時にどっちかがどうみたいな感じでやるといいっすねみたいなそこでは波長が合うと思うんですよこれもね一種の奇妙な信頼だと思うんですよね、まあ、そうならなくても一方が言い出して一方がまあ今度にしましょうって言っても新しい信頼でもってまあそのうちやろうねみたいな感じになると思うんですよでそもそもね私たちの億万長者合宿にその契約書が存在してないし約束事は何もないんですよ場所が決まって どっちかが何かの事情で来なくてもまあ奥万長上合宿はどっちかがいればできるでしょうね。まあそんな信頼関係もあると思いますしまあそうですねこの前野菜カレーですねやっぱり思い出は <laughs>。野菜カレーを食べるために奥万長上合宿をやるかもしんないなっていうのが一番動機としては大きいかなと思いますし今度やるならやっぱり海外でやったりとかねうんなんか山の頂上でやるとかね完全オフラインの場所でやるとかね。 なんかちょっと妙なことやってみたいなという気もするしまあドライブコンサルっていうのがあるぐらいなんでドライブ合宿みたいなねバスに乗ってバスの中でやるとかね <laughs> 電車に乗って電車の中でやるとかねさまざま考えつくわけですけどもこういったまああのー、談義をですねこうやって繰り返していけるのもまさにねこれからねいろんな人生では 様々な場面があるでしょうけどもなんか3年後でも5年後でも10年後でもやってるだろうなっていうふうな奇妙な信頼がそこにはありますねこれはね吉谷さんに対しての信頼なのか自分自身に対しての信頼なのか結構曖昧なんですけどもでも例えばこの地球にずっと海と山と空があるように多分このやり取りもあるだろうなとかそのぐらいのものになってきてますね、うん まあでもねやっぱり YouTube のこういった動画リレーのやり取りでもどっちかがなんか自然に消滅するのが多分私と吉谷さんん以外の人の人やり取りなんですよまあそれをねあの少なからずビルにつけこんな私と吉谷さんが何年も続けることですらほとんどの人が脱落してできなくなるんだろうなと思いますしそうなるとうんお金を稼ぐのはもっと難しいんだけどなと思っちゃったりとか。 いやなんかね別で稼ぐためにこのやり取りができなくなる後回しになるっていうなら分かりますけども稼げなくなったからこれができなくなるとかね、まあ、そんなことにもなってるんではないかなと、まああのー、そんなに深く誰かね他人様のことを心配してるわけではないんですけどもこういった動画のやり取りこのねあの対談と言いますか一方的な談議この積み重ねもほとんどの方ができないんだろうなとこのやり取りにはだからあれですよなんかミッションはないですからね目的とか予算とか。 なんかそういうのはないですからねどこにも向かわないのにやるってことなんですよ <laughs> まあなんかね私としてはね、まあ、いろんな動画を作りながらちょっと息抜きのために動画をやるみたいな感じですか結局はこの YouTube やってるという癒しも働きも励ましも全部その動画で完結するってことになりますねついでに自分の人生の記録もできてますんでなんかねこういったやり取りもひょっとした表紙にね全く関係ない人のところにポンと上がってきてそこから 入軸っ,っていうのも今までね何回も例がありますんで本当になんか人生は奇妙だなとある意味この偶然は必然なんではないかなというふうにしてまああのー、これからもねこの対談と言いますか談議と言いますか冗談と言いますか進めさせていただきたいかなと思いますごんべんに「炎」と書いて「談」うんなかなか面白い談話になりましたねいってらっしゃい